アイテム番号 SCP-385JP。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-385JP から 30km 離れた位置に艦と計数機を搭載した衛星機器を巡回させ、オブジェクトの観測を行ってください。 SCP-385JP の発生物露見による情報漏洩防止のため、アメリカ航空宇宙局 NASA および各機構の職員に扮した財団職員を潜入させ、記憶処理およびカバーストーリー流星群を実行してください。説明。 SCP-385JP は直径約 876km、 現実改変能力を持つ彗星です。 SCP-385JP は外見上基地の彗星と同様にコアが発光しダストの尾を有していますが、発起物が剥離することはなく、隕石や多物質が衝突しても損傷を受けることはありません。SCP-385JP の位置は20年発見時点では、木星から、キロメートル離れた地点に存在していました。SCP-385JP の公転軌道や公転周期など詳細な進行経路は不明ですが、SCP-385JP は楕円軌道に沿った形で移動していると推測され、約年後に地球に再接近することが予測されています。SCP-385JP は隕石や惑星などの物体が範囲 20km 以内に接近した際、現実改変能力を発揮します。SCP-385JP の改変能力は宇宙空間内に基地、あるいは未知の物体を自身の周囲に密集する形で出現させます。SCP-385JP の改変能力により出現した物体は、発生ごとに範囲が拡大し量が増大することが確認されています。SCP-385JP の発生物は物質の種類とその傾向から、地球上に存在する人間の願望を未知の手段で反映していることが推測されていますが、詳細なプロセスは不明のままです。なお、SCP-385JP の発生物はオブジェクト本体に接近しても新たに発生物を出現させることはなく、32時間経過後、瞬時に消失する様子が確認されています。SCP-385JP はこれまで、快活成果が確認されており、全長が 2876km から 949km へ縮小し、出現範囲が 1291km から 2941278km へ拡大しました。SCP-385JP 周辺に存在する隕石等の接近物質と発生物の出現範囲を試算したところ、オブジェクトが火星接近時点で発生物の出現範囲に地球が含まれることが判明しています。SCP-385JP の発生物はあらゆる損傷を受け付けず、時間経過以外に消失する手段がないことから、発生物の地球落下における甚大な影響が懸念されています。現在財団は SCP-385JP の接近、衝突を回避するため、プロトコル、流れ星、SCP-385JP に弾道弾迎撃ミサイル、ABM、を衝突させ、人為的に進行方向を修正する計画、が実施されています。接近時に発生物を広域にわたって出現させるオブジェクトの性質と、SCP-385JP の現在位置の距離的な問題から、早急な遂行が求められています。年以内に計画の 60% を達成できなかった場合、プロトコル、メテオ、オブジェクトの縮小する特性を利用し、断続的に ABM を接近させ終了する計画が実行されます。しかし、SCP-385JP 周囲を巡回する衛星機器から得た情報から、SCP-385JP は縮小現象により問題なく消滅することが仮定されていますが、発生物が残存し続ける可能性が芽吹博士により指摘されています。SCP-385JP 発生物リスト、一部抜粋。発生物、社のキャンディ。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲全長 2876km。
出現範囲 1291km、全長 2876km、出現範囲 1291km。尾行、放送パッケージから、射と判明、活性化発生の、日前、難病を患った少女を取り扱ったテレビ放送で、射のキャンディを食べたいと発言していたことが判明。発生物、ダイヤモンドの原石。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲全長 2726km。全長 2726km。出現範囲 3090km。尾行なし、なし。発生物、人間の胎児と推測される生物。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 2683km。出現範囲 5673km。尾行、身体を確認したところ女児と判断された。発生物、編集済み、国の紙幣、編集済み、国の紙幣。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 2580km。出現範囲 19901km。尾行、なし。発生物、バラと推測される植物の花束。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 2365km。出現範囲 56209km。尾行、花束には、と個人名が記載されたカードが添付されていた。記載名をもとに調査した結果、該当者の誕生パーティのプレゼントとして購入されていたことが判明。発生物 SCP に酷似した錠剤。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 2033km。出現範囲 98732km。尾行、編集済み。衛星機器によりサンプル回収が実施されたが、発生物は32時間後に消失した。発生物、射の飲料水。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 1089km。出現範囲 692500km。尾行、包装パッケージから、社の商品と判明、社を調査した結果、生産が追いつかず一時的な販売停止が行われていた。発生物、雑種犬と推測される生物。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 989km。出現範囲 871911km。尾行、身体の痩せ具合から餓死寸前の状態と推測。赤い首輪を装着しており、首輪には連絡先が記載されていた。独自に連絡先を調査したところ、飼育していた雑種犬が脱走し死亡していたことが判明。発生物、ファイナルファンタジー、完全リメイク、とタイトルされたゲームソフトのパッケージ。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 961km。出現範囲 112233km。尾行、20年現在。該当するゲームソフトは販売されていない。映像分析からパッケージ内はからと判明。発生物、編集済み、のコイン。SCP-385JP のサイズ及び出現範囲、全長 949km。出現範囲 2941278km。尾行、財団が保有する ABM を接近させた際。出現、プロトコル、流れ星。破発生物の物理的な妨げにより衝突時の威力が軽減され、目標を達成できなかった。ご視聴ありがとうございました。
また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。